こんにちは皆さん。雨降ってた。みんなのとこも天気悪い？なんか全国的に悪い？ジメジメしますよね。土砂降り。気をつけて。頑張ったぜ今日も。マイハッチ戻ってきたんでね、嬉しいですね。ガリンゴ助けて、大丈夫？福福ポイント前に来ました、イエーイ。福福ポイント、福福ポイントゲット。無条件にもらえるから、福福ポイントは。レッスンしたよ。ピピママベ知ってる？今ゴールデンベッドタイムだから。でももう明日金曜日でしょ、うん、やったじゃん、勝ちじゃん。明日乗り越えればいいだけ、人生。並べるの？並べることにしました。イエーイ。並べます。彼女が背中を押してくれたんだ。うん。そう。なのでよかったら協力してください。お願いします。そうです。ストーチの奇跡です。そうです。
明日から岡山だ。うん、岡山でライブするの久しぶりな気がするな。ね、久しぶりだよね。12月の優先席当たるの？七並べのあの SKE さんのライブのやつの？あ、そうなんだ。それ知らなかったな。メールもなんかレッスンの合間縫ってペット送ったからなんか適当に送ってきたのはこれちょっと思われたそうだけど、ごめんね、ちょっと時間が追加で、あ、そうなんだ、なるほどね。うーん、なんだっけ、八王子や、八王子か、八王子、八王子、八王子だよね。トレード落ちました。トレード逆に出した人いるんだ。もうプレミアチケットですね。 5周年公園、今日絶対カレー食べるって決めてるからって3日ぐらい言ってて、本当に今日は食べるんで、ちょっと早く前髪やろう。でもちょっと10時まで手が離せないから、アイロンつけるんじゃなかった、早こんな早くから。こんばんは。岡山未来ホール本当久しぶりだ。最後行ったのいつだろう。まあお披露目会以降も何回かは岡山未来ホールで出演させていただいたんですけど、いつ行ったか分かんないけど、うわ、高松帰りたい。次の日サイン会か、サイン会香川の家からやっていい、宮之助と一緒に。今日も来たよ、ありがとう。リンゴ、岡山まで行くならちょっと実家帰りたいわ。再会にゃんすけとやっていいね。いい、にゃんすけの毛を送付するわ。いや、猫アレルギーの人ごめんけど、いい、猫と一緒に配信して、にゃんすけのサイン、にゃんすけの手形もつけようか、ランダムで、当たりで、当たりでにゃんすけの手形つけるけん飼っていいかな。え、猫会いたい。なんかもうこれ猫飼ってる人分かってくれると思うけどさ、猫ってほんと人を狂わすよね。本当ね、私猫飼い始めてから性格変わったんだよね。中学校2年生ぐらいから猫飼っとんだけど、あのね、本当に性格変わる。本当に頭おかしくなった。もうそれまでは割とまともだったんですよ。変だったけど、まあでもその思春期は思春期なりに変じゃないですか。だけど猫飼い出してからまだ違うベクトルで変になってきて、バーストした。なんかね、猫飼うとほんと性格変わるんですよね。頭おかしくなった。本当に猫は人を狂わせる。あ、何、新しいギフト、何それ、なんだ、判別不可、なんだそれ、カゴ、フルーツのカゴ、フルーツのカゴ、ブドウなんだ。え、ありがとう。私に来年の8月に届くやつじゃん。え、ブドウなんだ。え、ブドウの旬ってこと。ショールームブドウ推し期間入った。なんかブドウありがとう。
ぶどうってうまいよな。秋？待って秋が来るの？待って、私まだ夏始まってないんですけど。いや夏は始まったよ、六本木アイドルフェスティバルでギリギリ夏始まったけど。待って、秋とか言わないで。え、怖い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 。え、秋とか言わないで。秋も好きだけどさ、ちょっともうパーカー着たいな、トレーナー着たいなと思ってるけど。秋ですか？認めないから。でも言うてさ、9月後半ぐらいまでは全然半袖できるよね。あ、9月、あ、今日から9月か。9月のギフトね。え、だって9月にやる運動会普通に暑いけど。夏が過ぎ風あざみ。風あざみってなんだろう。あざみって可愛いな、名前だりそう。今日は早いね、真面目か。どういうこと？真面目ではあるよ、実は。結構結構真面目だよ。私ができる、私が学生時代にできた悪いことなんて、授業中後ろの席の子に手紙回すぐらいだよ。それ以上の怒られることはできなかったから。結構真面目。あ、バースト。そう、あとはまあ高校生ぐらいになったらちょっと成長期すぎて、成長期っていうか、なんか食欲が止まらなすぎて、あのお弁当の時間じゃない時にパンとか持ってって食べたりはしてたけど、それは別にしょうがない、成長期なんだ。その程度よ、私ができた悪いことなんて。結構あの友達同士では生きて、え、もうなんかお菓子とか持ってきちゃおうぜとか言ってたものの、結局あのビビってできないグループにいたから。口だけ。そう、お腹空いちゃうからね。早弁じゃない、早弁じゃなくって追加持ち込み。お弁当はお弁当でちゃんと、あの弁当は弁当時間食べたいから、あの追加持ち込みでご飯を食べてた。しょうがない、部活とかしてたからお腹空いちゃうよ。で、女の子でそうなんだからさ、そのガタイのいい男の子とかさ、絶対さ1日3食とか無理じゃね？学校ある時間に1回しかご飯タイムないとか無理でしょ。絶対無理だと思うね、私は。あ、一番食べちゃダメなやつ、授業中に。あの見た目でバレなくても香りでバレるじゃん。やだよ、授業中スルメ食べる女。かわいくてもびっくりしちゃうよ。でもなんか学校の自販機にパンの自販機あったんですよ。だからだけどな、どうしようって感じやけど。ループしてた。あら、どこからしてた。ループした後ってどこから戻ってくるんだろう。パンの自販機ループ、どうでもいい話だったな。パ
半自販機のパンってさ、賞味期限なんであんな長いんやろうな、怖いんやけど怖いよね。あ、自分でトンネルしちゃった。すごいよね。え、だってさ、お惣菜パン、普通のあのコンビニとかで売ってるやつはさ、持ってもまあ3日ぐらいじゃないですか。でもさ、自販機のパンはなんであんなに持つんだろうね、本当に怖い。いつも自販機はクリームパン買います。防腐剤もりもり、いいよ、防腐剤摂取して生きていこう。全然抵抗ないよ。自販機入れて憧れる。でも私さ、おばあちゃん家が九州ない、北九州ないけど、それこそ今のイベントでもやってるけど、でなんか自販機なんかあって経営してる。でなんか私いまだにそのシステムがあんまり理解できてなくて、あの、え、自販機さ経営したらさ、自分で買ったらどうなんの？え、なんかあそこ、その自販機を経営してたから、道にある置いてたから買って、なんかそこでファンタとかコーラとか買ってもらってたのね。だけどさ、そのおじいちゃんおばあちゃんのお金でちょ自販機に入れるじゃん、お金を。100円なの250円なので、自販機入れて出すじゃん。だから外に冷蔵庫があるみたいなもん。儲かる？あ、仕入れ値で買ってるから儲かる。でも自分でまた百何十円入れてるんだよ。だからあれが仕組みが未だによく分かってなくて、自分ちの自販機で買って、自分おばあちゃんのお金でジュースを買うって、どういうお金の巡りになってるんだろうって、すっごい子供の中で考えてたんだけど分かんなくって。でもそれでもし儲けれるんだったら、なんか1億総自販機所持時代になればいいじゃん。だから分かんなかったの。え、むずいむずい、めちゃめちゃむずい。儲けはない。え、冷蔵庫、うん、あ、リースかどうかでも違う。なるほどね。え、わかんないけど、うーん、難しい。でもいつもそのゴミ箱、自販機の横にあるゴミ箱設置してたんだけど、そこになんかもう北九のそのなんか治安がいいのか悪いのかちょっとあんまり言いたくないですけど、なんかもうその場所的になんかそのわかんないけどゴミとかを入れる人がいたらしくて、なんかそれになんか子供の時だからあんま覚えてないけど、なんかそれに困ってたのをなんとなく覚えてる。だからみんなあの、まあ、道にある自販機の横のゴミ箱にはもうそこで買ったもの以外入れちゃダメよ、ゴミを。入れるにしてもせめてペットボトルとか缶だけにしてあげて。ゴミはダメよ、困るから。
あのコンビニのだからタピオカのカップとか絶対入れちゃダメだから、ほんと甘味にペット以外入れないで。分かった、私はそういう背中を見て育った。そうだから最近設置してないとかも多いけどね、ゴミ箱。でも設置するメリットないもんね、業者の方に。業者っていうかその自販機所持者側の方に。そうだよ、ダメだよ。ゴミ箱で治安分かる、確かに。何の話なんだこれ。あ、そう、自分家の自販機でジュースを買うことで利益は出るのかっていう話ね。そうそう、謎です。結局分かんないっていう。え、タピオカのやつが塞いでたりしたよね。それな、個別券を福ちゃんに使わないといけないって話。え、個別券を福ちゃんに使わないといけないって話は分かるけど、その自販機の話との関連性がむずい。利益は出る？え、むずいむずい。北九州は修羅の国？え、私の親修羅の国で育ったってこと？おもろ。こんばんは。100台持ってれば儲かる。あ、台数の問題なの。普通に買った方がいい。まあそうだね、いろいろ考えると。まあね、でもなんかね、そのライブハウスとかホールとか行くと楽屋に楽屋だけのための自販機とかあったりするの。ああいうのはどういう仕組みなんだろうな。そんなだってさ、毎日ライブハウス使われてるわけじゃないし、なんかこれあって利益ある。まあコンビニで毎日買うよりはいいのか、どうなんだろう。なんかあれのの仕組みもちょっと分かんないな。無料じゃないよ、ちゃんとお金入れるけど。自販機に入れたお金は戻ってくるんだから、原価で買ったことになるだけだよ。ああ、なるほどね。工場や倉庫で熱中症対策にスポドリを50円で自販機もあったりするよ。まずスポドリばっか飲んでもして気をつけてね、本当に。ペットボトル症候群みたいになるよ。自販機であのスポドリって結構さ、スポドリだけだといいと思いきや結構あれだから、危険だから。スポドリもうまいけど別のものも飲んでね。でも確かになんか体調崩して倒れられるより、そうやってちょっと安めに自販機置いて設定してる方がいいよね、結局は。ね、人の命には変えられないからね。え、あとアイスコーヒーとか飲んで水分取ってると思ってる人は本当に気をつけて。水分取ったことにならないから、コーヒーはうまいけど。ちゃんと水も飲んでね。コーヒーで喉を潤した気になっちゃダメよ。水分補給になってないから、それダメだよ、危険だよ本当に。そう、カフェイン入ってるし利尿作用がやばいから、多分だから脱水になるから、アルコールとかコーヒーで
あの水分取った気になってるといつか痛い目見る可能性がある。まあそれはいつか痛い目見てないからね、大多数の人はいいんだろうけど、ダメだよ。いや私はもうみんなの健康を守りたいの。そうだよ、やっぱアイドル現場とかは過酷な現場も多いだろうからね。鶴瓶さんの麦茶最強。いや鶴瓶さんの麦茶への信頼半端ないよな、あれもう鶴瓶さんの麦茶でしかないもんな。あれ正式名称知らんもん。鶴瓶さんの麦茶って言ったらみんな通じるもんね。しかもあれ結構長いこと鶴瓶さんじゃない？私が小学生ぐらいから時も鶴瓶さんだし、多分それより前から鶴瓶さんだよね、あの麦茶。嬉しいよねあれ鶴瓶さん。なんかもう鶴瓶さんもあの麦茶になってること忘れてんじゃないか。あ、なっちゃんと当たった、イエーイ。鶴瓶さんの麦茶すごいよね。え、増量してるよね。なんかさ太いよね今年の鶴瓶さんの麦茶。太いなと思った。 600ml ぐらい入ってる。ねえ、鶴瓶さんの麦茶あれ大好きだわ。助かるよね、いっぱい入ってる。コメント見ながら喋りながら並べてんのすごいありがとう。今ねこの膝に挟んでるの携帯を、これいい、膝いい、いいスマホホルダー。 670ml も入ってんの、ちょっとそれ重いな。まあ、でもあの麦茶ごくごく飲めちゃうから。500ml、600ml、650ml、今670ml。そのうち1キロになりそう。バカ重くなりそう。なんかバレー部の時にさ、1リットルとか 1.5 リットルとか入るさ、青とかさ、赤とかのなんかちょっとさ、コールマンみたいな素材のさ、なんかバカデカ水筒は持っとったような、なんかもうこうやって飲まんといけんやつ。あれ持ってなかった？スポーツだった人、運動部が、運動部だった人、あのバカデカ水筒見たら部活思い出す。あったよね、なんかザラザラした素材の。今もあんのかなあれ。でそれ余ったの食あれだよね、あの夜ご飯の時に飲むんだよね。でもさ、その部活の体育館の床とかに置いてる水筒だから食卓に置いたら汚いからお母さんに怒られるんだよね。え、サーモスのやつもあった。でもサーモスのやつちょっと重くない？金属だから。わかる。え、嬉しい、やっぱそうなんだ。どこでも。あ、アクエリヒデータ、私ね、アクエリスポーツドリンクあんま飲まない。なんかさ、スポーツドリンク飲んだ後口の中なんかむにゅってならん、糖分で。なんかカルピス飲んだ後の口みたいになるやん。だけあんまりスポドリ飲むの好きじゃなくって、いつも麦茶やな。それこそ麦茶、家で作る麦茶を入れとったな、あの 2リットルぐらい。ねえ、あ、グリーンだから美味しいよね。わかるわ。あ、私あれ好きだった、アミノサプリってわかる？ねえ、あの赤いやつ。液っていうかドリンク自体は透明なんだけど、え、アミノサプリっていうね、スポドリがすっごい好きだったのに、今あんま売ってないっていうか、多分売ってない、生産終了してんのかな。あれ好きだったんだよな。今も売ってんのかな。全然通販で取り寄せたいぐらい好きだったな。え、あったよね、アセロラ味なんだあれ。そうなんだ。え、もうなくなったの？まだある？え、嘘、どっち？なんか業務スーパーとか行ったらあんのかな。
どうなんだろう、言わずにある？スポドリっていう服ちゃんイケイケ？スポドリはイケイケ言葉なんか？オレンジのやつ、そう、オレンジと赤の中間みたいな色のやつ、アミノサプリ、あれ好きやったんよな。え、自販機にある？本当？マジか、私の生活圏にあんまないだけか。え、会社にあるの？え、勝ち組じゃん、いいな。え、あったら絶対買っちゃうよ、そんなスパゾリの気分じゃなくても。100円自販機にある。え、あれ100円なの？アクエリって言うとイケイケ。なんでアクエリアスって、アクエリアスって言う？てかアクエリのことも絶対ポカリって言うよね。なんかポカリって言っちゃうよね全部。逆？アクエリ、ポカリのこともアクエリって言う？でもどっちかというとポカリ派だったりもするけど、どっちもうまいか。てか疲れてスポーツした後だったらああいう系は絶対全部うまいんよ。ポカリ徳島、確かに大塚製薬。でもあのバカデカ水筒の話みんな分かってくれて嬉しい。やっぱみんな使ってたんだ、あのバカデカ水筒、赤とか青とかの1リットルとか2リットルとか入るやつ。めっちゃ重かったのによう持っていきよったよな。やっぱエナメルバッグ最強やな、そう考えたら。エナメルバッグで、エナメルバッグのなんかだんだん小学校の時に買って小5ぐらいでハゲてくる感じも懐かしいよな。プーマの黒ピンクのエナメルバッグ使いよったわ。エナメルバッグって今売ってるんだろうか。あのスポーツオーソリティにいっぱいバーって並べて置いてあったけどね。スポーツオーソリティって買ってたよ、イオンの。エナメルバッグに全てを入れて、あ、ゼピオ、難しいんだが。お、6位まで来た。一回前髪やって、ちょっとアイシャドウとか塗ってカレー食べてまた一並びしよう。スポーツするならヒマラヤってあったね。え、名前入りのエナメルバッグ、え、名前入りとかあったの？普通のやつだったな。今日キッチンには行かないかも。あのバカデカ水筒どこにあるんだろう今。アディダス派？私はバレー部だったからデサントが多かったな。デサントとか、あとアシックス。なんかジャージはデサントで靴がアシックスで、靴下とか靴とかで、あのユニフォームはミズノが多かったかな。ミズノアシックスデサントだね、バレー部は。これ絶対バレー部の人うんうんと思ってるでしょ、ね、バレー部の人いるよね、この中にも絶対。え、めっちゃうんうんでしょ。
あ、テニスを、テニスサーの時は、テニスサーじゃない、テニスサーっていうか、テニス部の時は、あれだったな、あ、ボールはモルテン。でも私ね、ボールは、ミカサとモルテンだったらモルテン派だった。モルテンの方がさ、なんか、伸びがいいよね。でも、競技用は大体ミカサだったな、もう、高校生の時には。中学校の時には、競技、なんか、モルテンのとこもあったんだけど。テニスの時はね、ヨネックス。え、ヨネックスっていうんけ、あれ、なんか、これ。テニス部の時はこれ。ウィルソンは使ってなかったかも。でもクマのやつだよね。ウィルソンは、公式の人がウィルソンだったのかな。私、軟式の歴の方が長かったから、ヨネックスとか、あと、なんだっけ。テニスのもう一個。ヨネックスかだこれみたいな、なんだっけな、あ、ヨネックスうまいっしょだよね、ヨネックスかなんだっけな、ダンロップの靴も、ダンロップかな、靴ダンロップだったかもな、ミスノだったかな、いや、なんだっけな、あ、プリンスプリンスだった、私ラケットプリンスだったわ、プリンス、公式のラケットプリンスだった、軟式はヨネックスだったけど、軟式の時はでもヨネックスで、靴がダンロップだったな、公式の時も靴ダンロップだったかな、懐かしい。でもやっぱヨネックスが王者だったよね、テニスは。やっぱ。シューズヨネックスだった。確かにヨネックスだったのかな。ちょっとあんま覚えてないけど。あ、ゴーセンね。ゴーセン使ってたね。ゴーセン。私のテニスのコーチ、ゴーセンだったわ。あ、ゴーセンかな。ゴーセンかもな、私が思ってるヨネックスかゴーセン。懐かしい。ヨネックスかゴーセンだったかも。え、めっちゃ懐かしいわ。これ部活によってあるな、絶対いろいろ。おもろいな。だって野球部はアンダーアーマーだもんね、絶対。私服でも。違う？これ偏見？あ、そうだ。みんな、聞いてくれよ。よいしょ。じゃーん。届いたよ、リンベルのやつ。ぶどうじゃないけど。カレー、さ、3万ポイント分頼んだやつが、あ、届いたのよ。ウニとか多分1月ぐらいに届くんだけど。そう、3万福福ポイント貯めたのよ。なんだっけな、米沢牛カレー、なんだっけな、なんかね、みんながね、あ、そのカレー有名だよって言ってた、なんだっけ、海軍カレーうまいよね、クレの、全然開けれない。
あ、大山カレー。あ、それかも。そんな名前だったよね。大仙って読むの？えい、おお、いいじゃん、いいじゃん。じゃーん、大山大仙、大仙ビーフカレー。じゃーん。え、一個一個こうやって箱に入ってるんだけど、すげえテンション上がる。高そう。これが何個かたくさん届いた。おお、電子レンジに移しラップをかけて2分。よいしょ。ええー、楽しみ。よいしょ。今米チンしてるから、ちょっと待てね。プリンプリンプリン。この今チンする前こんな感じです。鳥取。中辛らしい。中辛、中辛、パーから、パーから、パーから、上辛、水。あっ、米炊けた。炊けたわけではない。厳しいお言葉だ。炊けたうちに入んないの？カレー、カレー。あ、ちりめんパーティーの告知動画上がってるね。
引用リツイートしとこう。どうもありです。はい、ということで、今週のチリメンパーティーは、ゲストこのお二人ということなんですけども、はい、さあ、チリメンパーティー今月からですね、うん、STU クイズということで、お互いのね、お互いのことをクイズにして、だいぶな。うおー。明日か金曜日チリメンパーティー金曜日の夜か。チリパってめっちゃ早い。だって昨日収録したのもう今週流れる。クイズちょまた後で引用リツイートするけん、それで見てまた。 STU クイズを作った。マジでほんまにあのくだらんかもしれんし面白いかもしれんけど、受け取り方。わあ美味しそうな匂い。うわあ念願のカレー。米を入れます。よし。そかさ、カレーをねチンするじゃん。でさ、カレーをチンしてその容器にご飯を入れるわけよね。だからほらこれ逆なのよ。米とさカレーが逆なんですよ。許してくれる？でもお店であるよね、なんか中側に米があるさ、米で島みたいなの作ってるメイドカフェとかのさ、なんか猫ちゃんカレーとか中に上に米あるもんね。だからいいよね。全部混ぜるよ。いい？アイドルらしからぬけど、ライスカレー、お腹の中ではみんな一緒。いただきます。皆さんにいただいたカレーを。いただきますよ。お、ミラバーありがとう。お肉もちゃんとほら見てください。お肉がゴロゴロ、かぼちゃもゴロゴロ、人参ゴロゴロ、お肉がちゃんとねこのでかいのが入ってるんですよ。すごいよね。いただきます。お肉食べよう。まずおお、すげえ肉うまっ。みんな下品だったな。わあ素晴らしい。お肉がとっても美味しいわ。ミラボありがとう。かぼちゃもあります。うわあすごい、かぼぱが柔らかい。違う、わあなんてこと。かぼちゃがとっても柔らかくって上品ですわ。うまっ。はあ最高。人参もクタクタの人参好きなんよな。らしくないよって。ふぅ、かぼぱ。上品だろ。熱っ。
でやってる劇団一人、そういう意味だ劇団一人さん。上品だと美味しさが伝わらないです上級者やな。うまっ。ほら、夜中なのにカレー食べたくなっただろう。なんでも合いそう、チーズもウインナーもコロッケも。すごい、やっぱちょっと高いだけある、あのお店の味だ。おいしい。おいしいです。わーい。体が熱くなってきた。まあ、はあ、はあ、はあ、うまっ。中辛です。めっちゃ美味しいです。お腹空いてたし。カヤガコープ村場アガポ、こんばんは。うん、終わった。一粒残さず。はい、ごちそうさまでした。イエーイ、うまかった。
ばい、食欲が。暑い。おかわりはちょっともう無理、お腹いっぱいだ。冷房入れよう。食べたら暑くなるの、なんで。暑っ。暑い。はあ、暑い。食はスポーツ、スポーツだからなのかな。お腹いっぱいだけど食べたい。めっちゃわかる、それしょっちゅうなる。それマジでわかる。梅干しシートで気を紛らわそう。収録帰りに ツイートしたよ。今引用リツイートした。私がね、違う、なんか暑すぎて帽子かぶっていったら汗でもう前髪が全部べちゃってなっちゃって、こりゃあかんと思って、もうね。お、ポンタロウブドウのやつ2個ありがとう。髪がやばくって、もう動画撮るだけだしいっかみたいな。しかももう暑すぎてし、朝メイクする時間もなんか歯医者行ってたから化粧もしてなくって、眉毛しか描いてない状況で行って、マジでボロボロの私ですけど、よかったらご覧ください。梅シートってめっちゃうまいな。ライフね。梅シートうま、ちょっと大人っぽい。本当？イエーイ。うりほうれんってめっちゃうまい。
シャチのお嬢みたい。嘘。よし。ピピババビしよう。ひつ鍋しよう。ひつ鍋しながらでいい。ピピババベ。え、カードさ。姫か。姫か、私のツイッターか毎日さ、確認してさ、リプとかさ、なんか全てをいいねしてくれるんだけど、毎日多分私の赤を見てる。わざわざ。かわいいんだが。カード育てるかな。新しめのカード育てた方がいいよね、多分。ノーマル。ちょっと、低いけど、あれが、特攻値が。育てるためにちょっと最初は、いっか。すぐ強くなるよね。いつもいいねしてくれるの、姫子が。ノーマルと R と SR だけ最新のやつにしました。かわいい。サコヒメカさんね、全部いいねしてくれるからかわいいよね。15秒ごとに10秒ごと10パパベだってね。育成倍増2倍券98枚、3倍券39枚、10倍券13枚、コイン倍増券2倍券49枚、3倍券5枚、10倍券30枚もあるから全部使おう。15 16 17 6 5 4 3 2 1 0。え、コイン倍増券だからとりあえずさ、ベッドタイムじゃなくて、そのベッドタイム、ボーナスタイム中に使ったらいいんだっけこれってね、多分。なんか今日ユミリーにいろいろ教えてもらったの、ゆみこ先生に。なんか推しメンと当たったら、前は 1.2 倍だったけどボーナスが 1.3 倍になったよとか、私は対戦したらなんか30万ポイントは入るらしいんだけど、でもだったら別に3ベッドとかする必要ないじゃん私って言ったら、違うの、あかり、カードの育成とかにはその3ベッドが効くから、ちゃんと3ベッドしてって、はい教えてもらったり、なんかいろいろルールを教えてもらったので、多分分かってると思う。そう、いつもあかり先生って呼ばれてるからね。今日は木野先生でしたね。暑い、今日暑い、カレー暑い、カレーうまかったっていうか、聞いてもよくわからん。まあこっち側のルールなんで、みんなは福田ちゃんカード入れてやってくれればそれで OK って感じです。あー、カレーってさ、何にでも合うよね。私だってさっき冷蔵庫見て、うわー餃子も食べたいってなったし、なんかうどん、カレーうどんも食べたいなってなったし、カレーって最高だね。火の打ちどころないわ。ちょっと歯磨きしたくなるぐらいじゃない？
人本当にすごい。カレー嫌いな人いんのかな日本人で。だって学校の給食で絶対カレー出るもんね。あ、バーストした。いや、カレー最強でしょ。だって学校の小学校の時さ、カレー嬉しかったくない？15、14、13、12、11、19、20、26、5、4、3、2、1、0。でも確かにカレー無理な人はもう絶対無理だろうね。納豆無理な人が多分一生無理なのと一緒で。うお、福沢氏と当たる、嬉しい。絶対ね、無理だよね。癖あるもんね、全力で。だから私はもう子供の時に一番最初にカレーを食べる時にうまいうまいうまいって思いながら食べないと、一生カレーがた、なんかそう、カレーを一回目にうまいと思うことってめっちゃ大事、人生において。いや、カレーは偉大だわ。100うまいもん。そう、煉獄さん並みにうまいって言わないといけないと思う。カレーとの出会い大事にしないとね。こっちも全員福同士、やった。で、福同士同士で当たっても嬉しくない？普通に。なんかだって同じものが好きなんだよ、ものっていうか同じ推しメンなんだよ。すごくない？街や歩いてて福田推しと出会うことないじゃん。だけど牛並べでは出会えるんだよ。すごいね。オフ会したくなるね。お、1位だ、イエーイ。嬉しいよね。え、カレーって何入れてもうまいもんな。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1。アイスにカレー粉かけたらうまい。そうなんだ、知らなかった。あ、ナスビね、うまいよね。ナスビ、カキカレーはうまい。ほんまに海鮮系は絶対うまいよ。カレー入れたら海鮮系、あとキノコ、野菜、野菜も全部合う。海鮮、キノコ、野菜合う。お肉も全部合う。え、もうないじゃん、合わないもの。フルーツだって合うでしょ。だってね、リンゴとかさ、よく言うじゃんね。フルーツも合うし、火の打ち所がないのでは。本当にこれはほんまに、これはもうカレーすごいな。麺類全部合うし、パンとかあれも合うし、最強なのでは。合わないものある？ヘリクツ抜きで合わないものある？ないよね。守護、すごいんだが。すごい。
フェのカレーの味分からん、なんなんやろ、バーマンドカレーなのが味かな、あのカレーの粉の味だけど何が入ってたかな、寿司、あ、まあ、確かにお寿司系でもお寿司と合わないけどご飯と合うし魚とも合うよ、だから大丈夫、お寿司を上と下剥がせば、スイカカレーもあるんだ、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0、なんか寿司職人には悪いけど、え、すごいなカレーって、えさ、あんまり好きな食べ物じゃなくてもカレーかけたら味いい意味で打ち消されるから食べれる気がするし、最強なのでは。福田家のカレーの肉は豚肉が多かったかな、どうだろう、豚だったような気もするけど、カレー、いやなんかね、ずっとカレー食べたいなとかなんとなく思ってて、だけどなんかそれは思いを抱えたまま1週間ぐらいかな、なんか結構食べてなかったのね、なんかずっとレッスンだったから一期生コンサートの、いつもコンビニでご飯買うんだけど、朝からもう朝からバンバレレッスン取れるから、朝はまあ家でなんかコーンフレークとか食べて、昼にコンビニ行って夜にコンビニ行ってって食べるんだけど、なんかねカレーを一回手に取るんですよ、だけどなんか違うなみたいになって家で食べるかってなって、なんか結局適当におにぎりとか買うんですけど、パンとかやっぱそのずっとカレーの思いが拭いきれてないの、あとさコンビニでさカレーとか買うと高い、なんかお弁当とかって500円とか600円とか平気でするじゃん、だからなんかなったら家でご飯チンしてレトルトのカレー食べようかなとか思っちゃうし、レッスン上カレーの匂いにしちゃうしとか思って、ウーバーはしないや、そんなセレブみたいなことウーバーはしないけど、だからねすごいカレーを食べたくって、だから今日やっと食べれて嬉しい。でもさ、そのレッスン上で夜ご飯を軽く食べちゃうのね、お腹すくから、そしたらさ家帰ったらカレーをがっつり食べる気分じゃなくなってることが多かったの、ここ数日。そう、それでなんかなんとなくショールームでも食べてなくって、でやっと今日食べれたからなんかね達成感があります。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、ピン。よかったです、本当ありがたいです。ちなみに今22時45分45秒22時45分50秒22時45分55秒22時45分57、58、59 22時46分 now 22時46分5秒って感じです。カレーパしたい？カレーパーティーなんてあんの？このように。カレーパ？カレーパーティー？カレーパーティーって、そのなんか、大丈夫？ 30 分ぐらいで終わらない？終わんない？カレーフォンデュ全部一緒の味になりそうだけど。カレーパンの略、カレーパ。衝撃。そうなの？
カレーパーティーで単語私初めて聞いたけど、タコパとか鍋パとかそういうなんかその1、2時間みんなでワイワイできるやつをさ言うんじゃないの、パーティーって。鍋、多分カレーパーティーはただ一緒にカレーを食べてるだけなんじゃない。あ、作るところからね、調理実習的な。なるほどなるほど。何のこの余ってるから作らなきゃな。キャンプね、カレーコンパ、コンパって何、合コンか。嫌だな、なんか相手の人めっちゃカレーの匂いするみたいな、ちょっと嫌やな。何秒でやってるんですか。適当です。今福田あかりちゃんランキングの中でね2位にいる。イエーイ、みんな私を抜くんだ。あっあっあっ。15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。最初に全場でするタイプ好きになれない。え、やば、なんか別に告白してないのに振られた気分。なんで？なんでそんなこと言ってくるの？なんかへこむ必要ないのにへこんだんですけど。なんでそんなこと言うの？私が混ぜて食べたけんって。え？心外なんですけど。なんでちょっと屈辱的な気持ちにならないかあんの？今200位。大丈夫、私今日ね、あの200位とかじゃなくてもランク外から始めたけど、あのお昼ちょっと頑張ってやりよったら全然あの100位とか余裕でいけたし、やっぱ周りがあんまやってなかったけん、あの袋押しの中で今バーってやればいけるよ。今日ランク外から今2位になってるから。でもカレーはほんと混ぜちゃうんですけど、あの混ぜなきゃいで食べれるようにもなりました、大人になってきて。そうだけど混ぜていい状況では混ぜてる。だからあのショールームは混ぜていい状況だと判断しちゃった脳みそが。おやすみミンテ、おやすみ。15、14、13、14、15、16、17、6、5、4、3、2、1、0。え、おかん混ぜるから引いてる？おかんに対して引くとかあるんだ。え、おかんかわいそう。自分が腹痛めて産んだ子に引かれてるの？ウケる。誰それ？言えないよ、ちゃんとおかんに。混ぜない方がいいよって。私は混ぜるけどね。私が親に引くときなんて、ゴロミが膝の上にいるときにいちいち電話してくるときとか、何って言ったらゴロミが膝の上におる自慢ショールームしてるんですけど
とか、どうやろうな、にゃんすけが横に寝とる自慢とかで電話してきたりとか、何言ったら、ええやろうがっていう電話してくる時とか、うーん、なんだろう。平和ないよね。まあ、そんな感じっすかね。待ってちゃうの、どうなんだろう。15、14、13、14、15、16、17、6、5、4、3、2、1、0。この消費していこう、剣を。くるくるの奇跡、え、もう研究生って本人登場とかあんの、すげえ欲しい。当たるよね、でも絶対欲しい。もうあるんだ、すごい、仕事早い。もう奇跡の人がいるってすごくない？5回当たってるってことでしょ。そうなんだ、知らなかった。早っ、もう実装されてんの。私らだってさ、カードはできたのはあったけど、半年ぐらい奇跡とかさ、ときめきとかなかったよね。ね、だからさ、なんかたまに言われる、福ちゃんとは当たったことあるけど、そのときめきとか本人登場が出る前だったから、なんかその奇跡とかがなかったみたいな、たまに言われる。それえ、そうだったよね。あるあるですよね。そう、称号がない時代、称号がない時代ってなんかかっこいいな、なんか見出しでありそうやな。え、そんな時代やった、あったあった、半年ぐらいあって、15、14、13、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。え、あったあった。でさ、そもそもさ、あの本人が赤文字にならなかったの、最初の頃は。で、だから本人ですって書いてたもん、福田あかりかっこ本人みたいな。だけどさ、そのアイコンが、本人アイコンがあるんだけど、写真のそれを設定してたらランキング、かつその何、ランキングにいたら本人なんやってわかるけど、もうランキングにいなかったら、自分が当たってる福田あかりちゃんが偽物か本物か分かんなかったんだよ、赤文字にならないから。だから私もなんか本物ってなってた、メンバーと当たった時に。そうそう、赤文字が実装されたのはね、称号よりも後だよ。そうだけど、そのアイコンガチャとかができて、メンバーが自分の顔写真アイコンにしなくなったから、もう分かんないから、いよいよ赤文字が実装されたんだよね。そう、でもあれは本物ですって書いてた、本人、福田あかり本人。嘘っぽいよね、逆に。でもね、私ね、いまだにね、それね、七並べではさすがにもう言われないんだけど、 SKE さんの麻雀とか、あ、じゃあ大富豪か、大富豪とか、そのNMB さんの麻雀とか AKB さんのドボンとかで、
福田あかりってやってる人が多分いるんだろうね。なんかたまにね、福田あかりちゃんと当たったみたいなツイートとか見たり、あとお話し会で、福ちゃんこの前なんだっけ大富豪やってたでしょみたいなこと言われて、いやいやいや一切やってないですみたいなことはね、いまだにちょこちょこあるね。何のためにしてるのか知らない。怒ってない、怒ってないよ全然。勝手にやってって思うけど、別に悪いこととも思わないから、それで被害被ってないし、何もいいんだけど、なんか勘違いさせてごめんねって思う。なんかな、喜んでるけど私じゃないんだよな、ごめんなって思う。パスの言い方かわいい、ありがとう。そう、まあでもツイッターの偽物は嫌だけど、別にゲームの偽物は、福ちゃんえこっちのゲームもやってるんだ熱心だなぐらいに、逆に好感度上げてくれてるみたいな。15 14 13 12 11 19 18 7 6 5 4 3 2 1 0。そうだからいいんだけどね。だけどもし他のゲームで私と当たったかもって人いたら、多分私じゃないかなって感じ。悪いけど、なんとかパパとかなんとかママは偽物じゃない？私のお父さんと母さんもねやってるけど、うち並べなんなパパとかママとか分かんない名前にしてもらってる。判別できない名前にしてもらってるからあれだけど、そうなんか親がシャシャってくるの嫌なんだよね、アイドル業界において。だからしてもらわないようにしてるけど、どうなんだろう。でもなんかたまにメンバーから、今あかりお姉ちゃんと当たったらしいみたいな、たまに来る。そう、って全然分かんなかった、ソーラーは違う名前にしてるからみたいなこと、 LINE はたまにありますよ。今お母さんと当たってるよみたいな、緊張、終わってから言って。緊張するじゃんね、メンバーの親御さんと当たってるの。そう、緊張せん、なんかどうしよう、私めっちゃスタンプとか押しとったらって思う。そう、で嬉しい、ちょっと。嬉しいよね、なんかメンバーの家族と、メンバーと当たった気持ちになるよね、普通に。でもみんなやってると思うよ、家族、分かる名前にしてたりしてなかったりだけど、まあ、それはね、その家々の方針だからあれだけど。緊張するよ、だってそんなねえ、めっちゃサイレーム降ってきたとか思われても恥ずかしい。15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0。対戦ありがとう、こちらこそ。娘さんはくださいスタンプもう使いどころないやろ。推しのお母さんがニックネームで当たったことある。推しのお母さんの名前知ってんのすごいな。チュッチュッチュ、やばい、死ぬほどカードあるのに出せない今。宝箱とか早打ちの企画、あるんじゃないの、その2週間おきぐらいに。
分かんないけど。早打ち企画最高だよね。フォローしました、ありがとう。寒い、冷房26度は寒すぎる。ふう、複数くらいからシュッと消えてる。ほら、え、バス停カードも消えてんの？ないの、バス停カード。知らなかった。こんばんは。15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。ないんだ。そうなんや、知らんかった。27度かな最近は。28度だとちょっと暑くなる、布団かぶってたら。26、お風呂上がりは26にしてるかな、暑いから。永遠に年取らないね。確かに永遠に年取らない。やったー、そういうことか。嬉しいじゃん。頑張ってサインアートでプレゼントはさ、すぎ。チェキもなくなったね。そうなの？取ってなかったっけ。そうなんだ。今月からメール取ったよ。本当に？めっちゃ嬉しいんだが、メール取ってくれてんのマジで神。ほんまに言われて嬉しい言葉ランキング1位だわ。メール取ったよ、メール取ってるよとか、メール読んだよとか、めっちゃ嬉しい。普通に感動する。チェキなくなったよは嬉しくない。メール取ってる、嬉しい。15 14 13 10 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1。発射。ライトグリーン好き、ライトグリーンとかミントグリーンが好き。嬉しい。メールを一番更新っておかしいけど、メールが一番更新頻度高いから。メールもなかったもんな1年ぐらい。なんかめっちゃ覚えてる、なんか荻生花さんとなんかの時に、なんかまだメールがない時かな、なんかなんかで喋って、なんか私たちはまだブログしかなかった時で、ツイッターとインスタとメールと、なんかあと755分からんけど、なんか他のやつとメール、なんかブログもあるしとか話をしてて、なんかいろいろやってるよみたいな、全然なんか楽しいけどねみたいな、分かんないけど、なんか普通にライトな感じで喋ってたんだけど、私はそれを聞いて、ブログの写真ですら、内容ですらこんなに困ってるのに、メールとかツイッターとか始まっちゃったらどうなるんだろうって思ってた。すごい、どうやってこなしてるのってめっちゃ尊敬したの、その AKB グループの先輩のこと。だから今はもう自分がやってるって考えたらなんとかなるもんですね。私普通に楽しんでやってるっていう。いいスマホスタンド使ってるでしょ、このスマホスタンドが一番いいから。ググタスとかねやってないからね、スティーは。ただショールームが加入時期からずっとある。
やー面白いよな。いや全略プラフとかはね通ってないよさすがに。いいいいでしょ、器用でしょ。インスタも楽しんでやってるし。いやピンタレストも月1回ぐらい更新しないとな。花火ありがとう。15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0。お尻に挟んでます。そう、お尻に挟んでるよん。プロフィール帳はやってた。プロフィール帳作詞作曲もしてるんでしょ。そう、猫のお尻の歌だったら知ってる。にゃんすけのしてるよ。浮かんでは消えていく浮き雲のような歌詞。ノースタンド売ってないんだよ、非売品、非売品。でもインスタマジで便利。なんかさ自分の服見れるから、自分のルックブックなの。あのこの服どなた風に着てたっけみたいな。だから秋とかまた秋服とか思い出さなきゃいけないから。もう秋やってなかったけどインスタ。なんかね思った、便利だなって。普通に自分の資料用として。ノート興味ある。レーシックじゃない、 ICL した時にノート作ろうかなと思ったけど、なんか収益化とかしたらなんか副業になっちゃうからなんかその辺がめんどくさくってやめた。なんか違反したくないから違反 してさ怒られたら嫌だからさあ。そう、でもノートいいよね。ブログみたいなもんだよね。でも15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0。いやインスタは本当にいいよ。あの自分の資料用として、なんかだからファンの人に見せる用でやってるけど、もちろん普通になんか自分のためにやってるみたいなとこあるから気に入ってる。パッて写真だけで見れるから。ツイッターってさ、まあ言うたら1週間前のやつでも遡るの結構めんどくさいじゃん。だけどインスタはスクロールベアってしたら普通に1年前とか見れるからめっちゃいい、私的には。いや、ぜひフォローしてください。ね、ツイッター埋もれるから、まあ、いいとこでもあるんだけど。なんか押せなくなった、私が止めてる。押せなくなった、なんか光ってる。なんかずっと光ってる。押せない押せない。押してるよ、ずっとカード押してるけど出ない。なんか固まっちゃった。一回落とそう。たまにあるよねこれ。これなるんだよたまに。
聞いてきたかなこれ。私もあと4秒になってる。みんなめっちゃ待たせた。まあいっか、しょうがない、こういうこともあるから。並べてた。え、これ4秒全部使い切ったらどうなるんだろう。ちょっと実験しよう。これ時間使い切ったことないから。お、全部使い切ったらね、実感仮定出された。今仮定出された、仮定で光ってるやつ出された。初めてだこれ。あ、でも次の時にはまた5秒の猶予が与えられるって言ったる。調光タイムが全部使い切られるんだ。てか4位だし、なんかそういうもんなの。え、みんな使い切ったりしてんの。嘘、超止めるじゃん。もうさすがに使い切ったことなかったな、時間。わあ、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。あ、まあ寝落ちするときは寝てるは落ちてるから気づいてない、終わってるし。起きたらその45秒以内に起きることはないじゃん、寝落ちした場合だから。え、めっちゃ福田押しと当たるの嬉しいんだけど。みんな詳しいね。え、だから今月始まったのか、みんなのファンレベルがいっぱい上がってるからさ、誰々さんのファンレベルがなんとかやりましたか。今日多いなと思ってたけど、今日あれか、初日だからか。月のファンレベルって毎月更新されてるんだね。ね、楽しいね。リセットされるんだ。ファンレベルこっちでさ見れるの、何ヶ月前ぐらいまでかな、何ヶ月か前ぐらいまで見れるのね全部。だからショールームさ、あんまりそのなんか暇な時にいろいろ見るとこ特にないから見てる。そういうの自分の配信レポートとかね、この日は何時からやったんだなとかも見れるから、たまに見て、ああなんかあれこの日謎に朝配信してるみたいなとか、なんか面白い、見るとあこの日多分アットジャムだみたいなとかチェックしてるじゃない。あの暇つぶしっていうか、なんかぼーっと見てるだけ、ほへーみたいな、この人こんなに来てくれてるみたいな。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。アーカイブ的な、そう、もう多分ねファンレベルがついたのが多分今年入ってぐらいからだから、夏ぐらいからだから多分最初から全然見れるよ。まださすが1年前とかなんか見えないかもしれないけど、自分の配信時間とかも2、3ヶ月ぐらい前までは見れるから面白いなと思いながら見てる。4月からできたんだっけ。あ、そうだっけ。じゃ結構最近やね。まあ自由に皆さん楽しんでください。ほんと福田カードでやってくれてる人ありがとうだぜ。
っていうか先月の7枚のランキングも読もうね。またメールで告知してからだけど読むなさ。明日またイミリン地上波出る。あ、そうなの。あ、カズレーザーさんとのやつなんか2週連続になったんだっけ。すごいよね、応援だ。沸騰ワードみんな見なきゃ。すごい。ユミリめっちゃ急ぎ、なんか昨日もさ富山とか行ってなんか始発終電だったのかな、わかんないけど、でまたなんかいろいろ忙しいみたいだから、本当にその中でコンサートもさちゃんとやり遂げるから偉いなって思う。マジで本当にすごいんだよな。昔から AKB の選抜のとかがあった時とか本当にすごかった。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。言っていいの？言って大丈夫？ツイッター載ってたから。いやでも大変そうでしたね。いやユミリンの本当にすごかったエピソードがあって、なんかのクリスマスコンサートの時に結構やったことない曲いっぱいやったんですよ。でクリスマスの曲とかもなんかやってて、でマジでやったことない曲だし、でもユミリンだからその立ち位置も一番前の列とかで、そのまあ言ったらちょっと他人を見ながら踊ったりもできないですよ。もう前にいるのはお客さんだから全然カンニングもできないポジションで踊るんですけど、本番前になんか東京かどこかから帰ってきて、でもうメイクしてやりますよみたいながあって、でもまだ初期の頃だからうちらもそんな能力もないから、そんな時にもうユミリンはそういうのをいっぱいやり遂げてて、ほんまに偉いなって思った。だけどすごい大変そうだったし、本人も苦しそうだったけど、でもうちらがその仕事を変わってあげることもできないし、本人もそれはちゃんと楽しんでやってたけど、でもやっぱ大変だったから、いや本当にあのいつのやつか忘れたけど、あのクリスマスコンサートの時は本当にこの人はすげえと思った。精神力と体力とモチベーションがないと無理だから、ほんまにすごいなって思いました。ネイルは緑、もう落とすけどね、ほら今日の夜。いやすごいんだよ、支えてきたよ ST を。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。ねえすごいよね。尊敬だよ本当に。もうなんか AKB としてテレビに出れていいなとか、なんかいいな東京でなんか芸能人と会えていいなとか、もうそんなレベルじゃない、ほんまに頑張って、ほんとにすごいみたいな。もう本人はそれは嬉しいしありがたいと思って仕事してるんだけど、マジでもうちょっともう、あかわいそう休みをあげてってこっちで思っちゃうやつ。なんかもう羨ましいとか、だから自分もなんか自分も頑張るぞとか、なんかそういうレベルじゃなくて、もうそれを超えてほんまにただただどうか倒れないでくれっていう、そのレベルで頑張ってたからもうみんな嫉妬とかじゃないのよ、本当に倒れないでくれなのよそのレベルでやってたから本当に偉いね。仕事もさ最初は慣れないのに本当に偉いなって思いますよ。そのユミリンがしたフットワード手に出るので、皆さんぜひ見てたくさんつぶやこう。
私多分公演してんのかな、公演してるから私ちょっと見れないんですけど、だけどあのいっぱいつぶやいてね、ああいうので反響があったらさ、またさ滝野さん出したら反響があったかなみたいな、またゆめりん呼ぼみたいな感じになったら嬉しいじゃんね。そう、15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0。鉄オタね、鉄オタ、うん、てかさ長崎とかに新幹線できるじゃん、うちら長崎さその新幹線できた後に行くじゃん、え乗れるのかな新しい新幹線、あれ福岡と長崎をつなぐんだっけ、え広島から直通ではいけない、福岡で乗り換えるのかな他のやつに、でもなんか新幹線できるでしょ長崎まで行く、え乗れるのかな、ちょっと楽しみにしてる、乗りたいね、嬉しいよね、え乗り換えとかなのかな、つながりはしないんだ、え全然違うの、じゃあさ福岡まで行って博多か、博多まで行って別のホームに行く、え博多から別の電車乗って新幹線乗るの、またえ別のホームとかじゃなくて博多から別の電車特急とかに乗って、あそういうこと、えホームとか駅すら違うってことか、何駅から出るんだ、武蔵武蔵な何音声読めない、それむむむわかんない、あの別の駅なんだ、博多駅から出ないんだ、なんで出せばいいじゃん、いろいろあるのか、いつつながんの、つなげようよ、武雄温泉から、あ佐賀がつながってないんだ、なんで遺跡とかあるから、吉野ヶ里遺跡行きたいんだけど、あ温泉で行けよってこと、温泉、あ分かった、博多から温泉に行って温泉でのあの一休みして行けってこと、武雄温泉盛り上げ企画もしかして、15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0、えじゃあ佐賀県がめっちゃラッキーってことか、武雄温泉に人も来るし新幹線も通るしって感じ、へえよかったね佐賀の人、え佐賀県にメリットない、えないの、佐賀は反対してる、そうなの、なんで、あ福岡から佐賀が近すぎて新幹線いらないから、なるほどね、そうなんだ、そんなこと言うなら香川県にちょうだい、瀬戸大橋通そう、東橋東村、あその温泉はあれか長崎なんだ、なるほどね、遺跡行きたいよっていうか吉野ヶ里遺跡、そうだそうだしのがり遺跡ね一回行ったことあるんだよね、めっちゃ良かった、また行きたい、嬉野温泉行ったことあるよ、私ねじいちゃんばあちゃん長崎とね福岡だからね結構九州のね観光地は一通り行ってるんだよね、地獄巡りも行ってるし、
15、16、17、18、19、20、21、22、23、24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 
軍艦島もね世界遺産になる前に行ったかな。そうで軍艦島に行ってもうすぐ世界遺産になるんですよねみたいな話聞いた。そうなったの、もうもうなってるよね多分。そう本当なる直前だったんだよねあれが多分。あ、進撃の巨人の撮影地、え、そうなんだ、知らなかった。ハーモニーランドも行ってたよ、ちっちゃい時。大分だっけ。だから逆にピューロ行ったことなくって、ハーモニーランドに行ってたから。そう。って考えたら結構旅行好きな家系だったから多分。いろんなとこ連れてってもらってありがたいなって思う。端間って言うんだ、へえ。ハウステンボスも行ったことあるよ。なんかチューリップの人形みたいなのいるよね。ハウステンボス、オランダのね。普通に行きたいな、またハウステンボス。こんばんは。別府の杉の上ホテル泊まったことあるよ。スペースワールドもね行ってた。ちゃんとあの取り壊される前に床にサイン書いてきたの。STU になってから行ってるんだから何回何回か。なる前も行ってたし。あそうチューリーちゃん。15、14、13、12、11、19、8、7、6。4、3、2、1、0。旅行ね。鹿児島は行ったことないかもな。鹿児島杉の湯ホテルでかいよね。ね、めっちゃ大変だよね。お風呂行ったりしたらさ普通になんかバスとかで帰ってこなきゃいけないよね。結構大変。みんなスペースワールド行ったことないの？あら楽しかったよあれ。上がった？イエイ。日本はちっちゃいようで意外といろいろ行くの大変だね。飛行機があんまり広島からだとさ飛行機があんまり直通で飛んでないかったりするからね。沖縄でも1日2便しかないし。大学生のうちに四国行きたい。四国来な、超楽しいで。香川を拠点に。ミャオ。そう香川から九州邪魔、若干遠いんだよな。広島ってめちゃめちゃ都会かと思ってたら飛行機が意外とさ便がなくって、なんか直接行ける県が意外と少ないんだよね。この前四国旅行行きました。お、いいね四国旅行。どこ行くんだろう四国旅行。レンタカーないときついのかな。
いや福岡空港は最高だよねマジで。便利便利。いいよねあれは本当に。意味なんか意味わからんほんまに。なんであんなに広島の党員、広島のあんな党員、四国帰りたい。私も四国帰りたい。一日休みやったら帰りたいもんな。広島空港もうちょい近ければな。四国もね、香川はまあ街中から車で30分かかんないぐらいかな。いやそんなかかんないか。でもまあ遠いよ空港行くの、車ないと無理。福島はまだ行けるけど、でも言うてだな、飛行機って便利だけどな、飛行機乗るまでが大変だよね。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。え、マリーナハッポに飛行機あったの？最高じゃん。道後温泉の店に福ちゃんのサインあった。あああれかな、みのりちゃんとかと行った時かな多分。空海とかのサインもあったかな。一緒に行った。福山の人は岡山空港使う。え、岡山の空港どこにあるのか知らないな。使ったことない。香川の空港すら1年に1回ぐらいしか使わないしな。羽田、まだ羽田、あんまり飛行機乗らないからわかんないや。キーンって音がするから山奥とかその若干偏僻なとこじゃないとダメなのかな。松山も空港便利。そうなんだ、松山の空港も行ったことないな。ああるみかんジュースある。松山の空港一回だけあるわ。なんだろう、何かで行った。なんでだろう、なんで松山の空港に行ったのか覚えてないけど、みかんジュースあるよね。みかんジュース蛇口みたいな。え、行ったことある。なんでだろう、なんかの仕事の帰りに松山で仕事あって慌ててなんか急がなきゃいけなくて飛んだのかな。どうだろう、一回だけあるわ。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。行ったことあるわ。神戸空港はピエラ舞台の開催地全部直行できる。出演員神戸に移住。瀬戸内やし。しかもね、そのみかんジュース茶口とか有名じゃん。で香川の空港にはあれがあるんですけど、うどんだし茶口。今コロナ禍で使えなくって、この前ねその六本木アイドルフェスティバルに行くときに使ったんですけど、空港 うどんだし蛇口が使えなくって閉鎖されてて悲しかった。マジって思いました。そう悲しいよね。ああるじゃんと思ってやろうかなと思って行ったら
ダメだった。悲しすぎる。うどんの出汁が出る。うどんは出ないけど、うどん出てきたらびっくりする。詰まりそうじゃない。悲しかった。なんでもコロナで中止になってるから悲しい。そう、出汁飲むの。15、14、13、12、19、18、7、6、5、4、3、2、1、0。いや、うどんじゃ飲むんじゃん、出汁だけ。うどん食べたかったらうどん屋さんちゃんとあるから、空港に。そこで食べて。出汁だけ飲むの。まあ喉乾きそうだけど、でも香川を味わえるやん、それで面白いやん。そう、蛇口。愛媛はみかんジュース蛇口で、香川はうどん出汁蛇口。四国蛇口からなんか出しがち。まあそのそれもまあ観光のね、お手軽観光の一つとして。しかも出汁が出るって、そのコップにさ、ちょっと紙コップにもらえるぐらいよ。そうそう、スープスープ、あの飛行機で出てくるスープみたいなもんね。あれ飛行機でさ、スープ頼む人いる？結構いるよね。喉乾かん？え、あれスープとか水くれるの？私いつもリンゴジュースもらうんだけど、あの飛行機のジュースもらうとき、飛行機でさ、スープあるじゃん、飛行機の。あれって喉乾かん？普通に。どうするん？おかわりで水もらう？いや、美味しいよ。だよね、あれ知ってる。なんかいい匂いするもん。人気、一定数人気あるよね、あれ。後からお水もらうんだ。そうなんだ。コンソメスープか。7、6、5、4、3、2、1、0。ハッチー、ぶどうたくさんありがとう。ぶどう食べたい。デラウェア買ってこようかな、今度。旬だよね。え、カレーじゃない、カレーじゃない。ぶどう食べたい。ハッチーありがとう。いや、飛行機のコンソメスープか。じゃ今度飲んでみようかな、飛行機乗ることあったら。いつもリンゴジュースもらうか。でもさ、あれさ、なんか食べて、あ、じゃあ飲んで一杯目ね。でさ、ゴミ回収してくれた後にさ、またシートベルトサインがつく前にさ、このあとあと10分ぐらいでシートベルトのマークがつきます。お手洗いに行く方や、あと先ほどお休みになられていて、ドリンクをもらってない方や、おかわりをご希望の方はお早めにお申し付けくださいみたいな言われるじゃん。だからあのタイミングでコーンスープの人は、コンソメスープの人はコンソメスープ飲み終わったけど、あ、すいません、ちょっとお茶もらっていいですかって言えばいいってこと。あとコップ回収される時に言えばいいのか。確かに。で、あとね、なんか新幹線で飛行機ってさ、やることないから、まあちょっと首痛いけど、なんか寝るのよ、多分。てか耳痛くなるけん、なんかなるべく寝るように心がけたのよ、飛行機では。だけどさ、なんか寝とって、なんかジュースの人来たらなんとなく起きるじゃん。でもなんかそのジュースの人が来たから起きて、ジュースもらうためにこう起きたと思われるのがちょっとなんか恥ずかしいから、なんかだけど寝てたらジュースもらえないじゃん。だからあれむずい。聞いてくれるけど、なんかそのジュースのために起きたみたいに、お、なんかちょっとなんかシャクシャクなんだよね。楽しみにしてたみたいじゃん。楽しみにしてるけど。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。ショー、ベアありがとう。
CA さんその辺なんとも思ってませんよ。まあ確かにそうだろうね。え、 CA さんですか。いやでもね、素直になでも絶対もらいたいから結局起きるんだけど、でもなんかちょっとジュースのために起きたと思われて、なんかちょっとなんか尺だからさ、別にジュースが欲しいとか思って、あ、もうたまたま起きたんでもらいますけど、あ、リンゴジュースでみたいなそのテンションで行くよって、なんか、うん、楽しみにしてたわけじゃないですけどみたいな、楽しみにしてるくせになんかそういうとこあるから私え、1回目でも2杯もらえるの、マジ。じゃあコンソメスープとリンゴジュースもらうわ、今度そうしよう。隣のメンバーにびっくりされよう。あ、研究生とか隣に会うときにそれして大人の余裕見せつけよう。研究生とかが横におるときに、あ、私じゃあリンゴジュースとコンソメスープでって言ってやろう。メンタルはひんむくやろうな、びっくりすぎてで、あとでなんか研究生の子たちで、あかりえさん飛行機でジュース2杯もらってたよってMC で言われるやつ断られたらもう立ち直れんかもしれない、それで私は2杯もらえるの知ってましたけど、あのマックでドヤ顔で、あ、氷少なめでっていう人みたいな感じいるのかな本当にそういう人、分からんけど、これできること知ってますみたいなノリでいこう。ビビらせよ。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。 STU がみんな2杯頼み出したらどうするか。 STU 意外とそういうとこあるからマジでやりだすと思うよ、一人がやりだしたらみんな食に全力やけん、あまりにも食に全力やから。え、でもさ CA さんもさ、あのさ別にあれを2杯飲まれようが3杯飲まれようが別に損ないじゃん、得も損もないじゃん、だからいいじゃんね。そう、まあとかこんなこと言いながら私は多分これからもパッて起きて、たまたま起きたふりをしながら、あ、じゃあまあリンゴジュース一応もらっときますみたいなことしか言わないんで、リンゴジュースお願いしますおもろ、やばい、 STU が乗ってきた、広島空港がざわつく、ちょっとコンソメスープ今日多めに乗せといてみたいなやだやだ、え、リンゴジュースパックだから余ったらおかわりする人探してる、そんなことあんの。なんか CA の友達欲しいな、聞きたいな全部事情。あ、でもジュースを配るぐらいのレベルの会社のあれか、CA じゃないとダメなのかな。ジュース配る会社って結構多分いい会社だよね。ジュース配る会社の CA の友達とか多分あれだわ、あのあれだ、あの六本木とか行かないといないんだ多分だけど、広島に六本木あるのかな、わかんないけど聞こ、ジュース探し、ジュース、リンゴジュースって余ったら飲む人探してるのって聞こえた、聞きたい聞きたい。15、14、13、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。余ったらするから飲み切ってほしい。え、マジ知恵すごい、かっこいい、英語喋れんの。私 CA さん見るたびに、あ、この人たちって全員英語喋れるんだ、すげえと思うよ。大
ゆりさんありがとう、ありがとう。え、嬉しい。え、マジ英語喋れるってこと？すごすぎる。すごすぎる。すごいよ。すごい CJ さん。し、余ったら CA がタッパーに入れて持って帰る。コーンスープ、やだよ。そう、なんかそれちょっと悲しい。タッパー、水筒とか、水筒でリンゴジュースとかならまだいいけど、タッパー、いやそれは嘘だな、それは嘘だな。あ、バーストしたのにクラッカー押しちゃった。すごい、うわ、なんか空港行きたくなってきた。気になるね、いろいろ。ふう、飛行機乗りたくなってきたな。やりたいな。ジュースに入ってもらえるか。10個、13141198765432100。え、ワインも開けて余ったら捨てます。そうなんだ。もったいないね。ワインも、そうなんだ。CA に複語で話しかけて、え、なんか私のこと、あ、その、あの、異性の住人だと思ってる？違う星の人だと思ってる？複語とかないから。猫語はギリあるけど、複語とかないから。ちょっとあががががが言ってるだけだし。CA さん何語でも喋れると思ってる？おもろ。複語。確かに福田語使いがちだからな。行きたい。マジ今度乗りと沖縄とか行こっかな。沖縄って一泊二日でさ楽しい。一人で乗り込んで沖縄に。マジ乗りで。待って、今日休みじゃん、沖縄行こうみたいな。でもね、広島から沖縄行くやつね、昼1時とかに着いて、で帰りの便はね4時とかにはねもうのなんか帰らなきゃんのよって考えたら、結構もうタイトなスケジュール。1泊2日もったいないかな。2泊ぐらいあった方がいい。あ、空港の近くに綺麗な観光地いっぱいある。ほんと空港からさ、どうやって動くって感じよね。なんか北海道とかも乗りで行きたいなって思うけど、なんか空港からどうやって街まで行くって思う。どうやって行くん。仕事で行くときはね、車両さんがいてさ乗せてくれるけど、モノレールがあるんだ。なんかディズニーランドに行くみたいなやつ。15 14 13 14 15 16 17 6 5 4 3 2 1 0。メンソーレですわ。新千歳は札幌まで JR。 あ、そうなんだね。
海道っていっぱいあるしね。空港、何空港が一番いいの？北海道でも新千歳空港しか、なんか広島から出てなかった。勝手に瀬戸内 PR 舞台ツアー全部一人一回も、一回一人で行ってこっかな。下見に網走この前行ったよ。え、勝手に、勝手に行かんでよ。なんで先に行くん？勝手やな。悲しい。新千歳空港が楽しい。確かに確かに。え、さすがに網走はさ、私がずっと行きたいって言おうたのに、あれよ、親友の好きな子に告白するみたいなもんよね。付き合うみたいなもんよ、多分あの漫画とかで言うと。私何々くんが好きなんだよねって、その相談を聞いとって、うん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 って言ってたのに、なんかでも私も好きになっちゃった、告白しちゃおう、して付き合いました実は、みたいな。それと同じことをしてるからね。もっとしっかり考えてほしいです。北海道行きたいし、沖縄も行きたいし、普通に日本海側も行きたい。あんま行ったことないとこに行きたいよな。特急オホーツクってあんの、かっこいい。小樽行ったことある、2回ぐらい。新潟も1回しか行ったことないな。よいしょ、ピピモンブまたや終わる前に1回押そう。あ、すげえ、5位まで行った。ちょっと明日中に3位目指そう。よろしくみんなお願いします。ゆみりんと歩こうって言ってもらったんで、私はそれが嬉しかったんだ。よいしょ、私北九だからワンちゃんばあちゃん呼ぼう。行けたらね。ごめんね、なんか急に。そう、しかもさ、もうビスの今月のやつもエントリーしちゃってるけど、もうどうしようって感じ。勝手にしようかな。エントリーはしちゃったけど。よいしょ、こんばんは。よし、明日も頑張ろう。明日は公演だ、花垂公演。何気に久々ぶりかもしれん。いつ東京ぶりだ、東京ぶり。頑張ります。アリちゃん生誕ありがとうございました。ランキングいます。ふうね、楽しむ。だからまた金土日だから、サイン会が日曜日だから、私またあの何、3連休みたいなことになっちゃう。日曜日に多分、え、待って、昨日日曜日だったよね、え、今日は何って言ってると思いますはい、ランキングいます。タカ、カレン君、今日は対戦できる、残念だけどマイペースで試合目頑張ってみるね。ありがとう。まあ当たりを今月絶対。一気婚楽しみにしてます。明日も楽しんでる。楽しもう、頑張ろう、楽しむ。ありがとう。やしげき、あばしり先に行ってごめんなさい。でも流氷見てないからよしてちょう。確かに3月私行くから、流氷見て、私は見たよってマウント取ります。徳尾ありがとう。徳尾ぶーちゃん、会社にゲット、楽しい9月にしようね。最高の9月になりますように。なるね、私がいるんだから。そして早寝てお屋敷。そうだよ、明日もう頑張らなきゃな、明日から。ありがとう。とも、服隠れ押しありがとう。 TJ、 今日もカレーの配信見れて楽しかったです。旅行行きたくなってきた。お、カレーとカレーかけてんの、すごい。旅行行きたくなってきた。私も旅行行きたいの今ね。行きたいよね。カンナありがとう。カンナポンタロー、5周年クエンはトレードも全敗しました。えん、明日は2列目レスがあるといいな。おお、すごい、楽しみだね。ありがとう。
こうあかり洗面所、明日はあなたで入ります。待機列、イオンの客で連れ出せてくる。どういう意味、どういうことだ。近いし、ありがとう、ありがとう、近いし、なんかありがとう、ダンダン、にょん。岡田松先生、他のルームで食べてる時にミラボ鍋でしまう、泣けてしまうことがある。完全に福ちゃんのせい。なんだ、お菓子欲しい。まずまず前提条件として、あかりちゃん以外のとこに行ってミラボを投げてるだと許さないんだから。ハッチーありがとう、1位おでめと。というわけで、私が福田はって言ったらストーチーって言ってください。おにわすと福田はストーチー、サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田かゆした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんこいしんみんじみです。ピピボボボボも頑張りましょう。まあできる範囲で大丈夫です。まあさすがにあの SK の時みたいなあんな感じにはねならないと思いますんで、楽しんで頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。しなべおそ59分30秒ですね。今ね59分ジャスト。今ね23時59分5秒。もうなんか喋り出した。59分今17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。28、29。はい、またねみんな、ありがとう。疲れんかい、睡眠ゼミです。いつもありがとうございます。今月もよろしく。楽しんでいきましょう。あかりちゃんが楽しい9月にしてあげるんで、してあげる、一緒にしてほしいんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。またね、お疲れんかい、しんみんゼミです。バイバーイ。にゃっ。